危機感とかっていうのはないんでしょうね。例えば農協なんかはね、うん、相当今もうね、担保に土地持ってるの。担保に、うん、はい。もう熊本あたりの農家でもね、うん、もう農家が全部も夜逃げしたり何回してるところかなりあるわけ。はいはい。農作物を作って、うん、天候が悪かったらその年は極端に収入が減るじゃないですか。はい。その時でもね、うん、農協から買った寄付代、うん、なんだかんだっていうのが、引かれると、うん、もう赤字になることもあるわけですね。はい。で、それはまた農協から金を借りるじゃない。うん、でもそれから飽きてしまったのを取り戻せないんだけど、うん、例えば2年ぐらい今度は作が続いたら、うん、もう借金がますます膨らんでいくわけ。そうですね。うん、でそのうちもう返せないようになっちゃって、うん、担保に取られてですね、うん、で結局は夜逃げしたりとか、うんうん、そんな形でもうそれ取り上げてるのよね、うんうん、不動産ですね。金融業ですよ、うん、日本の農協、うん、だからもう今はもう日本の農協っていうその組織自体が生き残ることしか考えてないんじゃないかな。うん、それは本当は農家のための農協だったんだけど、うん、今はもう農協のための農協っていうかな、うん、どうもそういうふうに見えるのよね。そうですね。なんかその、そういうように、いう話がよく聞こえてきますね。なんか、だから、割と、その、脱農協の人が、手を出すのが、そういう自然農とかオーガニック野菜とかを作るっていう、そういう付加価値を、と、まあ農薬とか買わないとかっていうのでね、やるみたいですね。もうね、本当にね、日本の農業をもうなぜこれ全部ねアメリカに言えないなのよね、うん、アメリカがもう潰そうと思ってからね、うん、日本の農業は、うん、そういうのを作ってるのよね。だから日本の農業大綱では大規模農業を育てるとなってるでしょ、うん、だって日本のね私のこの前羽田から熊本空港に飛ぶときに、はい、こう向くから日本列島見たらさ、うん、もうシワだらけでね、うん、海岸にちょこーっと平野部があるぐらいでね、はいはいはい、日本はほとんど山の国なのよね。そうですね。こういうところにね、うん、アメリカ式のねヘリコプターで農薬まつりとかね、うん、何千万もするね、うん、機械を買ってね、うん、やるような農業をする場所ないもんね。ないですね。山潰すとかね、そのぐらいじゃないと。もう、実情に全然やってないよね、うん。だってこんな狭い農地の段々畑でやってるところにさ、うんいや機械の代わりとかなんだかんだすると米作って農協から差し引かれると月に年に8万とか15万しか手取りがないとかね、うん、農家の人の話とか聞くと、うん、いやね何考えてるんだろうねよくはないでしょうね。その、農業やる人にとってはね、その存在自体があまり良くない企業でしょうね。うん、でもまあ、でも農家の人、みんな農協絶対っていう感じで疑いなくっていう信頼感を持ってる感じですもんね。そうじゃないよね。うんもう相当不信感を持ってる人はいるんだろうけれど、うん、この日本の村社会っていうのはね、うん、もうその大きな枠から絶対外れられないのよね、うん、日本じゃ農村の村社会の中から、うん、どこに昔から村八分っていう言葉で言われてる、はいはいはい、ね、